フルバス・ロベンスカのゴメトナリーガは、スロベニアにおける国内サッカーリーグのトップディビジョンで、ある。スロベニアがユーゴスラビアから独立した1991から92シーズンに、最初のシーズンが行われた。2020から21シーズンは10クラブが参加。2010から11シーズンの優勝を祝うマリボルの、選手たちスロベニアリーグは1991年に、 勃発したスロベニア独立戦争の終戦後に設立され21クラブによって形成された。スロベニアリーグ設立以前、スロベニア地域に属していたサッカークラブはユーゴスラビアのサッカーリーグで戦うことを強制された。当時、ユーゴスラビア一部リーグに所属していたスロベニア地域のクラブは ND イリリアとアスクプリモリエそしてスケールブリアナの 三クラブしか存在していなかった。この他のクラブは、スロベニア共和国、ノゴメトナリガという、当時地域リーグ扱いだったリーグでプレーしていた。しかし、ユーゴスラビアからは、正式にサッカーリーグとして認められており、ユーゴスラビアトップリーグから数えて3番目に位置づけられていた。1991年。 スロベニアがユーゴスラビアからの独立に成功すると、ユーゴスラビアサッカー協会から、スロベニアサッカー協会が分離し、後者は国内にユーゴスラビアリーグから完全に、独立した国内リーグを設立した。この設立以来、2021年現在まで、毎シーズンリーグが開催され、セリエとマリボルのみが一部リーグに在籍し続けている。また、設立時は21クラブだったが、 現在は10クラブにまで数を減らしている。オリンピアはスロベニアリーグ初代王者である。当時のメンバーにはリーグ独立以前の選手が大半を占めており、1995から96シーズンにリーグ優勝を逃すまで彼ら中心のチームでスロベニアリーグの一強を保っていた。その百九十五から十六シーズンにリーグを制したのはゴリツァであり、 これ以降リーグの勢力図は大きく変化してった。今では1996から97シーズンにリーグを初めて優勝したマリーボルがスロベニアリーグ最多優勝を誇る。彼らは実に15回ものリーグ優勝を経験しているが、そのほとんどは1990年代後半から2000年代に獲得したものである。しかし2019から20シーズンは それまで、準優勝を2回しか経験していなかったツェリエが、クラブ史上初のリーグ制覇を果たした。アルミニー・ツェリエ・ドムジャレ・ブラボ・トリグラフ・マリボル、ムラオリンピア・ターボルル・ダル・ベレニエ2019から20、シーズン所属クラブの所在地水色は、現役選手。ありがとうございます。